せーの恋愛節こんにちはこんにちはこの番組は恋愛作家の店長とキジ恋愛の先生さらに不安なので石坂さんにも助けてもらいながらお届けします最後までお付き合いください,いでちょっとオープニングはちょっと色々と喋りたいんですけど、はいまあ とりあえずちょっと手短に、うん、あのスペシャル、うん、まあ我々恋愛節のスペシャル、はい、無事に成功しました、はい、でツイキャスからまたリスナーさんからのいろんなコメントもありましたので、はい、これもありがとうございました、うん、ありがとうございますさらに、あのー、キャンさんと小原さんにも参加していただいてスペシャルなんか我々の力じゃなくていろんな力のもと <laughs> みんなに助けられた感が、あのー、なか成功しましたねっていう感じがし,てですねしたね、うん、とってもよかったですであ次は、まあ あ年末の特番に向けて、はい、また我々も必死で頑張りますので、はい、これからも聞き続けてくださいお願いしますちょっと神々だね危なかったね <laughs> <laughs> じゃあ早速番組の紹介をしますははい。はい、えー。この番組は毎週土曜4時30分から5時までの30分番組です、はい、実際は収録放送のためリスナーさんとは時間がずれていると思いますがご了承ください 番組の内容としてはリスナー参加型となっておりコーナーをメインとし皆さんと恋愛のトークで盛り上がっていきたいと思っていますもし時間が余れば空気を読まず店長の恋愛節をだらだらと話しエンディングにバトンを渡していきます笑いも恋バナもアッパースイングを狙っていきますので皆さんからはたくさんのメッセージをお待ちしておりますメールアドレスは 797-fmguino1.com まで送ってちょうだいそれでは CM でーす 自動車の時代長浜モーター鈴木の新型ソリオーカー長浜モーターギノ湾中古車街道ど真ん中黄色い建物が目印軽自動車のスーパー長浜モーター恋愛節あ、恋したい店長、いいラジオ番組がありますよどんな番組かな <laughs> 陽気の温さん二人が恋愛感を棒読みで語りながら笑っている番組なんだ 全然伝わらねえな出イブ節は毎週土曜4時半から5時までの30分番組です誰か聞いて宜野湾ヒルズ通り救命デイゴ通りにはいろんなお店がショッピングカフェ飲食雑貨そして絶景の夜景スポット新しい宜野湾の楽しみ方がきっと見つかる宜野湾ヒルズ通り普天間宮から伊サ交差点へとつながる坂道宜野湾ヒルズ通りに遊びに来てね 続いてはメインコーナー恋ののちちょっと早い <laughs> ちょっっとと早早いいコメントするのが <laughs> あの最後までこのコーナーは恋愛作家の店長が空想により考えた恋のシチュエーションをお題として我々二人がお題に対して答えていきます、はい、ちょっと噛みそうだな、うん、その後答えた内容を石坂さんに選んでもらい良かった点悪かった点について議論し恋愛節へ出世してもらうコーナーです。はい ただしこのコーナーはラブメールなしではいずれ廃止となります。はい ですよねはいですはいで今もう先生もちょっとノリが悪くなってきてるんであのそれから下の文章は省略させていただきますあのどうせ多分反応ないですよね今回ちょっと長文になってますからねあそうですよねカミカミだな長文になったところで「丸角バツって誰も送ってくれないですツイッター上の反応もないから最近ツイッターも上げてませんスペシャル置いたばっかりなのにこんなにひねくれた意見を違う違う違うろは いいいところを伸ばしていきましょうがこの番組の考え方なんでちょっとここら辺は最近反応がないんで先生初めて聞いたけどねそういうスタンスだったんだね俺が毎回思いつきで喋ってるからねこの番組ねじゃあえっとまあ以上の内容はちょっと省略させていただいて今週のお題ですね前回スペシャルだったんで前回のお題は一応タイムカプセルでした。はい 何のあの関連もないんですけどえっとまあ今回のは一応ですねお題をすねる男でやってるんですけどちょっと若干ちょっとお題が違うかもしれないんでまあリスナーさんもちょっとシチュエーションをよく聞きながら我々の回答を あの評価してほしいなっていうのを思い浮かべながらねそうですねで今回石坂さんに判定してもらう基準としては、はい、まあ器の小さい男は誰かっていうのでジャッジしてもらおうっていう <laughs> 逆なんだよね悪い方だよねそう,そう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  <laughs> たまにはねこういうのもねっていうのでちょっと練ってみました今回選ばれたら負け負け <laughs> <laughs> もうなんかあのー、<laughs> あうっつうのちっちゃい男だなってね <laughs> 言われるような感じで <laughs> やばいな俺文書書ようかな <laughs> <laughs> ダメだよ<笑><笑>じゃあ行きます、えーはい、今週のお題のシチュエーションを読んでいきます、はいはい、カップルになって初めてのリゾートホテルへのお泊り計画をしました僕は初めてのお泊り計画を心の底から楽しみにしていたのですが突然彼女からやっぱりお金も使うし緊張しそうだからお泊り計画はなしにしたい ごめんねと彼女に言われ僕は「あそうだね緊張すると楽しめないもんね」と返事をして電話を切りました翌日彼女から電話で「明日洋服買いに行きたいから一緒に行こう」って誘いに僕は少しそっけない感じで「いいよ」 で、って答えて、電話を切りました。うん、これ、笑うところだよ。うん、あは<ー>はちょっとよ、あの、感じはあれだな。<laughs> まあ、いいや。ねえ、<laughs> えと。そんげないっていうか、ふざけてるよ。うな感じで, <laughs> <laughs> できないんだよね。この感じ、途中でぶっこむのね。<laughs> はい、じゃ、戻りまーす。はい。ね、え、彼女が、はい、彼女は、僕が拗ねていることを、全く気づいてない様子でした。はい、翌日、待ち合わせ場所へ着きました。 ではあなたは彼女にどのような対応で接しますか。態度や言葉をリアルに表現してください。できるかな。笑。以上です。ステーションにこんな感じですね。ちょっとあのまああのなんだろうな。ちょっと拗ねてるっていうか、まあなんか彼女悪くないんだけど、ちょっと勝手に男が拗ねてる状況みたいな。そうそうそんな感じなんだよね。だから今回はちょっとあれだよね。シチュエーションの表現がメインっていうか、そんな感じ。そうだね。 うん、そういう内容で多分我々二人も回答を作ってきてると思いますはい、はい、じゃあこっから先はちょっと真剣に読んでいきましょうじゃあ店長の方からでいいですかあいいですよリスナーの皆さんあのちゃんとあの耳ほじくって聞いてくださいねあ<ー>、はい、ちっちゃい音も出していきまーすあ <laughs>、はい、いきまーすお願いしますは<ー>い <laughs> 到着した僕を見て彼女は言いました遅い遅刻だよしかも昨日メールないし僕はやや明るい感じでごめん渋滞しててさ と答えました。心の声、本当はどんな表情で彼女に接していいかわからなくて、会いたくなかった、会いたくないだけだった。<laughs> これが今の心の声ね。<laughs> すぐに彼女は遅刻はいいけど、なんで昨日メールしてくれないのと少し怒った彼女の表情を見て、僕はごめん、なんとなく気持ちが乗らなくてさと答えると、彼女は分かった。店長もいろいろあるんだよねと折れてくれました。 その後彼女の後ろを僕は金魚の糞のようにしてついて歩きましたせっかくのデートなのに僕は楽しむどころか元気がなくいつもより言葉が少なかった彼女にはお泊まり計画がなくてすねていることをバレれないように接していたが本音はすねている僕に少し気づいてほしかったその日のデートは僕から彼女に声をかけることは少なく彼女の会話にただ相図地を打っていました 買い物を終わり外へ出るとすっかり日が暮れていた帰りは歩いて彼女を家まで送ることにした少し気まずい雰囲気の中彼女と手をつなぎながら夜道をゆっくり歩いた彼女の家の近くに着くと彼女は「ここまででいいよ今日はありがとうね」「最後にもう一つだけ聞いていいなんでメールしてくれなかったの?」と少し寂し 寂しげな表情で彼女が言った僕は好きな気持ちを抑えたかっただけ正直お泊り計画なしって言われた時僕と一緒にいて安心してもらえてないって感じた安心してもらえる存在になりたかったけど慣れてなくてそれが一番つらかったこんな思いしたくないから好きな気持ちを抑えるためにメールしなかったんだよこれからは好きな気持ちは隠すように努力するから気にしないで じゃ、あお休みですね。ですね。うん、なんだろうな、ちょっと。今回の多分、そういう感じよね。ああ、みたいな。そんな感じだね。だから、なんかちょっと、こう、高校に笑いをぶっこむ感は。ちょっと持ってこれなかったね。今回聞いてる方、ちょっと若干もやっとするんじゃないですか。なんか、これで補足つけるんだったら、まあ、なんだろうな。この拗ねてる感じまで、さしてほしかった。 っていう,うだ,だからっていうことに勝手にすねてるんだよ、ね、そうそうそう,そう,そ,う,そ,う <laughs> そういう状態だよね、うん、で最後にここまで拗ねた思いをこんだけ拗ねてたんだよっていうのを最後の言葉にまとめて彼女に伝えたみたいなうん、うん、そんな感じで作ってみました今回やっっぱちょっと流れは同じじような感じだな、うん 言葉が最後が違うかなぐらいちっちゃいよななんかなこれぐらい別にいいだろうって思うんだけどタイトルみじんですじゃあ先生の方お願いしますはいいいですかはいいいですよいつものように気分が乗らないせいか少し遅れて待ち合わせ場所に着いた僕に遅いよと彼女はいつもと変わらず明るく言うそれに僕はごめんねと 歩き出す方向へと視線を外しながら小さく答えるお目当てのお店へ歩く彼女についていくように少しうつむき気味で歩く僕彼女はいつもと同じように楽しそうにいろんな話をしているがほとんど内容が入ってこない僕はそうなんだとだけ返事をする買い物も終わり向かったお店でも食事をしながら 彼女は楽しそうに話しているが相変わらず僕は生返事ばかり食事も済ませお店を出ることに <laughs> お店を出て初めは普通に話していた彼女だったが僕のそっけない態度に次第に彼女も口数が減り気がつけば2人とも無言のまま歩いていたしばらく会話のないまま歩き続けている中背中をつつかれた僕 つつかれたので振り返ってみると座ろうと近くにあったベンチを彼女が指さしていた2人,腰ん2人腰かけ彼女が大きなため息をついた後少し震えた声で「今日どうしたのなんか変だよなんかあるなら言ってよ」そこで僕は自分のモヤモヤしていた気持ちを話し始める「こんなこと言うのも小さい男みたいで恥ずかしいから」 そのまま忘れようかと思ったんだけどどうしても気持ちがすっきりしないから話させてね実は昨日のリゾ,リゾートホテルの話自分はかなり楽しみにしてたんだよ君も悪気があって断ったわけじゃないのはわかるけど自分の中でショックの方が大きくて今日も気分は乗らなかったけど君に会って少しは気が晴れるかと思って来たんだけど 「いつもと変わらず楽しそうにしている君を見ていると楽しみにしていたのは自分だけなんだって思えてきて寂しいようなモヤモヤしたような気持ちが強くなってきたんだ」「要は自分で勝手にすれているだけなんだ小さい男でごめんね今日はもう帰るよじゃあね」 です。ああ <laughs>。ええ、ちょっと、やっぱ、なんか、あれだね。あの、なんとなく似てるね。なんか、わかります。あの、カップルで、こういうのってありますよね。うん、なんで怒ってんの、みたいな。<laughs> <laughs> で、聞いたら、あ、<ー>あのことだったんだみたいな。うん<おー> <laughs> それがあの一番あのちっちゃいのが男だと思うからね、うん。<laughs> そうだね。なんかそれをちょっとリアルに表現したつもりです。うんうん、今回。うん、なんか、うん、今だったらこう言うだろうなっていうのをお互い考えてきて。うん、そうだな、うん。やってきました。で、これちょっとジャッジちょっと難しいと思うんですけど。うんうん、いつものてじゃないんで。うん、しかも突っ込みとこ満載だから。最初から言えやみたいな。<laughs> もう言ってしまえば終わりなんですけど。ああ <laughs> 今と分からんだろうう <laughs> 相手からしたらその通りだよな <laughs> でそれが合ってるのも分かってるんだよね、うん、男顔は <laughs> <笑><笑>でもあるはずなああるると思うよ <laughs> あるんじゃない <laughs> それは多分なんかいくつになってもあるのかなって思う。 なんかねね若干すれ違ってるみたいな意見気持ちがちょっとすれ違ってるいな一番リアルなシチュエーションだったんじゃない今回がねまあそんな感じですけど一応は選んでほしいっていう今回は選ばれた方がミジンコだよねそう選ばれた方は「やった!」とかはないんだね今回ねそうか「俺か!」みたいなうん どんなです一応なんとなくどっち一応でも似たり寄ったりな部分似似たり寄ったりな部分言ってることは一緒ただなんかシチュエーションの表現の仕方はなんかねやっぱちょっと違うなっては思ってるよね最後の部分の言い分はちょっと違うからでもどっちも言い訳だけどな言ってしまえばな大丈夫ですかはい じゃあドラムロールお願いしてもいいですかはーいドラムロール、はい、じゃあ鳴らしまーすはいお願いしまーす先生… <laughs> <laughs> よかったー今危うくは「おやったー!ったー」っていうとこだったら <laughs> ああ俺なんか今ちょっと緊張したあやばいって思ってあちょっと何かな普通 <laughs> あの, <laughs> 器のちっちゃい男って言ってね、うんね <laughs> <laughs> どっちも言えるのは最初からやっぱ言えようなそうですよねそれそのとおりなんですけどねですよねなんかそんな感じしますよねしかも二人とも遅れてきましたよねあそうですここは一緒なんですよ別に話したわけじゃないんですけどここは多分お互いに同じ感じ最初に出場する部分はほとんど同じような感じがするてっいうね まあ気が乗らないんだけどね、うん、実際ね、うん、そんな感じで誘われても <laughs> でもなんか断るのは嫌だから、うん、まあ一応その場には参加するけど、うん、それに参加するイコール、うん 今の言わない気持ちさしてよねみたいな <laughs> <laughs> じゃあ俺の中ではこれ会うまではもう言わないとこうともうこれを忘れようっていう感じで会うんだけど結局会ってるうちにだんだんなんか彼女はうつうにしてるのでちょっとなんかもうモヤモヤモヤしてきてみたいなでどうしたのって言われてついつい言ってしまうみたいな本当にやそうですよね <はい S 1> でも石坂さんが言うように <はい S 1> 確かにそう思ったらさ から言えよっていう話ですよねそ多分そこでじゃあもうう今日はみたいなそでですよねでもやっぱなんだかんだ言ってなんだろう、うん、あの今回一応「すねる」とかっていう設定でしてきてるんですけどなんかやっぱ誘って断られるって、うん、多分それはなんだろうなやっぱショックだよね、うん、男からすると。うん、逆に女性から誘うっていうのがほぼほぼないじゃないですか。 どっちかといえば男性発信っていうこういうのはやっぱ誘う方もある程度んだろういろいろと考えるんですよね断られたらどうしようとか OK してもらったら逆にそれについていろいろ考えるとかっていうもうそのんていうかな声をかけるまでにいろんな思いがもう乗っかりすぎてるからこれでキャンセルキャンセルっていうか嫌だって言われると。 なんか一気に撃沈すると、ね、この断られた時にその場で言えばよかったんじゃないみたいな「<ー>俺をこんだけ行きたかったんだけどな」みたいな話をすれば普通に終わった話だと思うんだけどね。うんうんうん でもなんかね、うん、そこを素直に出すのもなんか男のプライドがあるでしょ小さい男のプライドがだ、ね、<ー> <laughs> からみじんこなん,だよなんこんなのでこだわってるって思われたくないなみたいな <laughs> <あー> <laughs> めっちゃちっちゃいなって思うけど <laughs> 実際ちっちゃかったみたいな <laughs> 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 なんかこれを今回ねあのやってみたいなと思ってちょっとリアルバイル、うん、いつもはなんかちょっとポジティブっていうか明るい方っていうかねなんかきれいな方でやってるけど。 今回ちょっとネガティブな感じのやってみようかなっていう,う恋愛って全部が綺麗じゃないよっていうのをね、うん、ちょっと表現しようかなと思って今回あえて持ってきました <laughs> はいじゃあえー、っと、はい、もう2分最初タイマー押してなかったでしょバレたえちょタイマーではもう残り2分になってるんで今多分14分ぐらい経ってるよ あ,あそうですか。<laughs> じゃああのカッター美仁子くんから、はい、あのー、曲紹介をお願いします。ありがとうございます。お願いします。<laughs> はい。でえー、っと曲は、えー、沖縄もちょっと祭りの季節も終わりがけなんで <laughs> この曲を選びました。桑田佳祐で祭りの後 はいそろそろ時間も迫ってきましたので来週のお題を発表します来週のお題は、うん、デート中にに突然元カノに遭遇、うん、でこれちょっと難しいんですけど <laughs> ーデート中です実際ーデートしている中、うん、ちょっと彼女が離れてしまった時に、うん、たまたま前の彼女が後ろから「店長!」って声かけられて <laughs> パッて振り向いて「おー!」 ちょっと今気まずいから、熱い感みたいな。それ、そのシチュエーションの中で、あなたはどう答えますか。次回はアクシデントだなだ。で、それに、ちょっと彼女も気づいてしまって、うん、あ、誰この女の人っていうのを。見られてる体で、元カノにどういう風に接しますか。っていうのを、ちょっとシチュエーションとして、次回作ってきます。これは理想は、どっちも傷つけない対応だよね。そう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 。だから、元カノのことも褒めつつ、うんうん、でも、今の彼女が一番いいよ。 もちろん今の彼女が一番喜んでほしいんだろうけどそこをお互い元カノも今の彼女も配慮したこのなんて言うかな言い回しっていうの、うんうんうん を考えてきてほしい。これリアルに多分遭遇する機会十分ないんだけどね。これ不思議なところもない。俺もないんだけど、でも今からあるかもしれんさ。もしあったら多分リアルでは。ああ、ああ、ああ、しか言わない。元気っていう、なんかあの中身のないような話。またね、みたいな。ね、あの方からよだれが垂れてる。ねよだれ垂れてるんかい。よだれ垂らせる状況か。そうだ。よだれどころか冷や汗ばっかり。逆に冷や汗しか出てない。そうだね。 何も悪いことしてないけどね。め <laughs> <うね S 1> <laughs> ちゃでもいろんなね罪悪感は多分あるでしょ。うんまあ、いろいろ思うところがパーンとようみがえらうでね。多分昔の彼女だったらなんかいろんな罪悪感は多分ね。今でも引っ張ってんじゃないかなと思っ <laughs> 付き合い方してきたの。<laughs> <laughs> そこら辺はね放送上で言えないよ。<laughs> <laughs> そこは触れたくないわ <laughs>。 <laughs> で、えーとはい、もうあと残り1分なんで、はい、えと一応ですねスペシャルについて、うん、いろいろとなんかありがとうございましたとか、はい、なんか感想とかも言いたかったんですけど。 とりあえずあんま言う時間なくて、はい、一つ言えるのは、はいあのー、大塚健治さん今日ちょっと収録で一応来てもらってるんですけど、はい、あのとっても素晴らしいメールだったんで、はい、なんかあれはなんかスペシャルの回のあの部分はやっぱちゃんと聞いてほしいですよね。はいうんうん、そうですね、うん、なんかやっぱいいろろのこの過去 な何かなん,ていうんですかね人生模様なんか深みが違うなんか <laughs> 自分らのなんか中身のない話を多様用作文とかステファニーとかとはちょっと<あ> <laughs> 待って待って待ってっっっあのー、あげる人を俺とあの誰々さんに絞るのやめてもらっていいですか<笑><笑>これダメですよ <laughs> 俺だけならまだしも <laughs> まさかのステファニーまであ <laughs> とでキャサーに謝ろうねマロンね今名前出したな<笑><笑>っていう、まあはい、なんかいろいろ感想はあったんですけどとりあえず 無事に、あの、収められた。うん、あ、あ<ー>なったよ。なったよあ、ありがとうございました。<laughs> じゃ、また、来週会いましょう。<laughs> は,いはい、さようなら。さようなら。